ブリーフだ、はい、今日は何するの。今日はですね、うん、この間やったジョジョの一番くじの最新作が出たので、ちょっとそれをやらせていただきたいなと。え、それこの前やったじゃん。そうなんですが、この間やったのは第1部と第2部ですよね、うん、今回はあの大人気の第3部の一番くじが出たんですよ。そうなんだ。ジョジョって 今も連載中で第9部まであるんですけど、実は今ランキング取っても第3部が一番人気と言われてまして、うん、ここからジョジョに入ったって人が非常に多いんです。アニメでも3部めちゃくちゃ面白いんですよ。そうなの。だって今回のも絶対外せないです。ちなみに前回はフィギュア2体当たりまして、はい、持ってきてくれましたか。はい、はい、S が持って帰ったのが第1部の主人公ジョナサン・ジョースター。覚えてますか。名前までは覚えてないじゃあ L が持って帰ったこのセクシーな、はい、こちらはこの人は意外と年なんですよ、はい、だけどセクシーだっていうのは覚えてんだよ。リサリサ先生。リサリサか。タバコを逆に加えちゃったでもなじそうかそうか、なるほど、タバコ逆だぜで、ガシラさんは石川面ゲットしたんですけど、そうだね、それショコタンにはまだ渡せてないんですよね。やっぱり結婚してるじゃん、なかなかそこに行くことできないっすよ。あ、そういうことですか。だからここの刑務所に置いてるんですよ。あ、ちょっと持ってきてますか。これですね。これですね。これ誰も欲しくないでしょ。いや、そこたまらないと思います。本当にこれだけさすがにまた持ってくのもあれなんで、今回こそフィギュアを当てて東田さんが勝ってもらって、じゃんけんで。そうだね。で、セットで果たしましょう。お、はい、じゃあ、早速やっていこうか。はい、はい、お願いします。じゃあ、伊藤、頼むね。はい、何枚いこうか。ま、今回も1枚850円なんで、うん、ちょっと最初は10枚10枚いっか。いただいてもいいですか。これ1枚850円、はい、ということは8500円ですね。1万円ですか。1万円。本当にそう思ってんのか。じゃあ1番から、はい、頼むよ伊藤。はい、はい、ここ大きいからね、はい、今回はどんな感じ。今回ですね、なんとフィギュアが6体も。おお、今まで最高じゃん。最高だ。今回はいいんじゃない、はい、今回も第3部っていうのはもう本当一番人気の、このどれが当たっても結構激アツ。あ、そうなんだ。 A から F まで、はい、ただ本当もうぶち切り A 賞です。やっぱこの空城城太郎。空城城太郎、はい、空城城太郎、はいはい、男なの。あ、男です、うん、もうこれは正直ジョジョって言ったらもうこのキャラっていうぐらい大人気のキャラクターです。これがまず第一の主人公。はい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 、はい、で、これの孫が第二部の主人公で、うん、そのまた孫が今回の主人公。つながってる。熱いっすね。熱いですね結局第三部から結構入る人多いんですけど、つながってるんだってなって、その後に第1部第2部見る人がいる。うわ、いや、で第1部第2部見たら第3部のさらに面白いじゃん。熱いんだ。激熱い。うわ、でその今回の主人公の空城城太郎がもう今回はやっぱり一番、ショコタンさん もう空城城太郎は大好き。本当、本当にもうどんなキャラなの。このキャラはですね、まあずっとどこに行っても制服着てるんですけど、エジプトに今回旅するんですけど、エジプトの砂漠でも制服ずっと脱がずに、騎士団みたいな。あ、確かそんな感じです。騎士団だね。ずっと騎士団の格好で、不良生徒なんですけど、寡黙、なんか熱血っていうよりはちょっと寡黙で、でも内側にちょっと情熱を秘めてるみたいな。で、あの B 賞、はい、B 賞は、はい、まあ人気なんですけど、ちょっとネットで
ちょっと小バカにされてるじゃないですけど、華経院のりあき、華経院のりあき、はい、まあこれは最初ディオに操られて、まあ、敵として出てくるんですけど、あの後々、仲間に、まあ、すぐに最初に仲間になって、C は、まあ、C はジョセフ・ジョーサーです。お、なんか聞いたことある、はい、これがあの前作の主人公のジョセフ・ジョーサーです。へ、うん、なんか憲法みたいなの使うの？いや、あの今回はですね、第3部からスタンドと呼ばれる、はい、あのちょっと幽霊みたいなサブキャラみたいなのを操って戦う、召喚獣を操ってやるみたいな。そうです、そうです。だそれぞれにあのスタンドがいて、それを持って戦う。ジョセフはそういう人間みたいなスタンドは出てこないんですけど、カメラにこうやって叩くとその中から燃射したネガが出てきて、ちょっと未来を予知できる。そういういろいろ人によって能力がある。ほう。次はモハベド・アブドゥルというジョセフが連れてきた占い師、はい、これは火を操るスタンドを使って戦うんですけど。なるほど、はい、なんか名シーンとかある？名シーン、あの途中でアブドゥル一回死ぬんですよ。もう確実に頭に貫かれてる銃で、でアブドゥル死んだなったら途中で普通に出てきますで、このジャンピエール・ポルナレフっていうのが、はいはい、これも華経院と一緒で最初操られて敵として出てくるんですけど、はい、後々仲間になるんですけど、で、最後はまだ最後はあのイギーっていう、イギー、はい、あの犬です。犬、はい、犬なのに、はい、うわ、スタンドがあるっていう。人気あるの？いや、人気としてはまあちょっと低めかもしれないです、このメンバーの中で。M はどれ推しですか？まあ僕はやっぱ丈太郎は外せないですけど。丈太郎って何だろう？栄翔。栄翔ね、はい、うんうんうん、B の華経院も好きな、もういいんですよおお前彼女、はい、これ好きなんだっけ？あ、ジョジョ好きですね。あ、ジョジョ好き、はい、どれ持って帰ったらあの捨てられないとかある犬好きなんで。犬好きなのイギーもまあ大丈夫ですし、まあちょっとアブドゥル危ないかもしれないです。アブドゥル、はい、ね、この3部の名シーンはなんかどんなのがあるの？うわー、いろいろあるけど、丈太郎とディオの戦いですねどんな戦いだったの？だから時間を止められちゃうんですよ。あ、で、その時間の中で殺されそうになるんですけど、丈太郎も、はい、時間をちょっとだけ動かせるようになるんです、時間を止めた中でのこの殴り合い。なるほど、そこはもう激アツですね。時間止めるって言ったらさ、あの AV でも時間止めるそう、それからここからインスパイアされてると。あ、本当だ適当に言ってんじゃねえよお前いやいや、だってこれ1989年ぐらいの作品ですよ、第3部。あ、これからじゃあ AV の方が後だ。多分後だ。あそこからパクってんの？多分これから結構いっぱいあるよね時間止まるよ。 S は普通に僕イギー結構好きなんですよね。イギーっていうの？犬です。犬です、犬、はいはい、ボストンテリアですね。 L は空城城太郎とイギーは分かります。あ、分かる。あとはちょっと分かんない。華経院欲しいのはないの？空城城太郎とイギーは欲しいです。欲しい、はい、くじを買ってきました。おーし、じゃあ早速やろうか。はい、じゃあいきますか。はい、じゃあこちら、はい、1枚目になります。はい、じゃあいいですか。はい、今度多いからね。ジーオリジナルトランプ。トランプか。トランプ。あ、だけど、はい、映画チャンネルで結構トランプ使ったりするからそういう時なんとジョジョって書いてあります。お、ジョジョ、トランプめっちゃいいね。中見てみますか。裏はまずジョジョの、はい、まあ、グローブで、はい、中にいろんなキャラクターがいると。あー、あーすごい。いや、アニメのこのバンシーンとかがトランプになってる。これは、はい、あの丈太郎のと、あと丈太郎のスタンドです。スタンドってあの幽霊みたいな。ああ、召喚獣、召喚獣みたいな。一枚一枚見ていくか、はい、まあちょっとあれだけど、まあ、ジョーカーは、まあ、ジョーカーだけ見ようか。お、来た、あ、来た、あ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 、かっこいいじゃん。ジョーカー、何、何、怖いけど、キャリコ、
ジョーカーディオですね。うわ、ディオ、はい、あ、背中、はい、ここは背中で語る。めっちゃいい。どれがいい？ S は欲しい？欲しいっすね、これ。これ、あ、出た！歌教員のレロレロのシーン。何？レロレロのシーン。激気持ち。これ、歌教員って調べると、はい、スペースレロレロって出てくるぐらい有名なシーンなんですけど、あ、そうなんだ、まあ、これはあの歌教員になりすました敵なんですけど、人数悪いじゃないですか、はいはい、その後この敵を倒した後に城太郎に歌教員が、はい、さくらんぼ僕好きなんだクレアをつってこれと同じみたいにあの舌でレロレロレロ転がして城太郎がやれやれっていうシーンがあります。やれやれだぜってなんか聞いたことあるな。城太郎の口癖がやれやれだぜっていう。なるほど、名シーントランプ、ね、トランプです、はい、50何枚じゃあこれは S に与えようか、はい、あ、いいですね、アニメ見てますからね。そうだね、はい、じゃあ2枚目おっしゃるか。よし、いきますよ。L まであるんですね。すごいね。うわ、なんだこれ。なんだこれ。トランプのキングみたい。あ、何これ。これはですね、第3部の敵とか味方問わず、タロットカードの、はい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 、に、タロットカードの絵柄に沿ったなんかスタンド使いが出てくるんですけど、まあ、タロットカードですね。タロットカード、はい、タロットカードです。あ、じゃあ M敵になりますね。これはそうですね、彼女に捨てられるパターンだよ。なかなかコアというか、コアですね。はい、はい、お願いします、はい、3枚目ありがとうございます。エル、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 マジかよ。これは誰だ。またタロット、うん、海で戦う敵のスタンド使いのタロットですね。はい、本当ちょっと分からなさすぎて、はい、ちょっと初心者の質問していい？はい、これって、はい、九条、はい、九条さんとかが九条ですね、九条さんとかがやってるトランプ？いや違います。タロットカードです。タロットカード、タロットカードの絵柄です。あ、はい、そうなんだ。分かんないですね今一、はい、タロットカード、全然分かんない。タロットカードっていろいろな絵があるじゃないですか。それをモチーフにしたあキャラクターが出てくる。そうですね。あ、ビジュアルシートはタロットなのかもしれないですね。これになんか城太郎とか、はい、ね、あったらいいですけどね、はい、じゃあいいですか。はい、キーヤバーコレクション。すっげー、なんだこれは。うわ、これ何ですか。こうかな。あ、なんだこれ。なんだよこれですか、これは。何これ。敵のスタンドで絵本で予知する能力みたいなのがあるんですけど、それに出てくるホルホースです。だからややこしいですね。分かんねえよ。何言ってんのか全く分かんない。で、能力バトルなんで、はい、いろんな能力を持ってくる敵が出てくるんですよ。なぜかそれをラバーにしたやつです。なるほど。これをあげて喜ぶ人っている、はい、いや、よっぽどコアなファン。なかなかすごい。5枚目ですね。5枚目。じゃあ、ジョジョっぽい、はい、なんか動きとか、はい、なんかやっぱ、ジョータロって言えば、はい、オラオララッシュ、オラオララッシュ、オラ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 って俺だ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 みたいな。高俊さんですか。オラ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 。合ってる合ってる合ってます合ってます。エッチー、エッチメガマスターライブコレクション。これはどうなんだ。なんだこれは。なんだ、急に車のなんかトミカみたいな。はい、あー、これはすごいな。これもまたややこしいんですけど、またすごいところを別に渋いとこ取ってきてる。これはだいぶ渋いですね。しかもなんかちょっとなんかチープですね。ちょっと、はい、これはですね、はい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 、ダービーっていう人がいて、はいはい、そいつとゲームで対決して負けた方が魂を取られるっていう
対決なんですけど、うん、それで華鏡院とそのダービーがやるレースゲームのキャラです、だからジョジョの世界の中の出てくるゲームのキャラです。総合したら外してるんじゃない？トランプは正直めちゃくちゃいいですよ。これは熱いよね。夢のシーン、うん、ちょっとフィギュアに振りすぎちゃった。振りすぎちゃった。ちょっとこれは6枚目すごい。はい、オラ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 、キーナバーコレクション。これは今日なんかいいの出したらコレクションでもいいから。はい、これはだからさっきの絵本に出てくるこのジャンピエール・ポルナレフですね。それなんだ、いいの、いいの、ジャンピエール・ポルナレフ、はい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 、これが絵本になってこうなったっていう。なるほど、はい、ちょっとあれも変えましょう。はい、はい、何がいいですか。逆に無駄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 っていうのが無駄、はい、ディオが攻撃するとか、はい、じゃあそれいこう。はい、7枚目、はい、無駄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 、ジェイ！ノートコレクション。うわ、ちっちゃいノート。かわいい。しかもこれです、絵本言ってたやつ。なんかポパイみたいじゃん。あ、そうですそうです。だからこのオインゴとボインゴってやつが、あのこのオインゴ、こいつが絵本を使って、はい、あの予知するんですけど、はい、それのノートですね。なんかちょっと怖すぎますね。あのアイテムが、あ、ほんと、はい、ちょっとこれでフィギュア出なかったらほんとやばいよ。やばい、ね、これだけだもん当たってるの。8枚目、うわー、やばいですよ、8枚目ですよ、8、9、10、あと3枚。無駄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 、エルービジュアルシート。やばい、あーやばい、あれかな、やばい、またちょっと待って、おい、なんだよこれ。デビル、もうデビルが誰のスタンドなのかもちょっと。これさ、なんでさ、ジョータローとかの、はい、シートにしてくれなかったんだろうね。いやちょっと多分店に余って、だから多分シート、これでもジョータローとかのやつは多分人気なんで、それを先に取られちゃってたんだと思います。あったのかな。あ、多分絶対あると思います。へー、ないんだ。ないです。ないの？これはビジュアルシートはもうタロット。タロットだけなんだ、どれも。タロットに振って。攻めた。あと2枚。マニアックすぎるでしょ、これ。いや、ちょっと、ね、ここマニアックですね。これはだいぶマニアックですね。ねえ、S も。だから逆にもう、本当にコアな、コアな。人が好きなの。はい、はい、冬はかっこいいですけどね。いや、かっこいいんですけどね。はい、知らないっていう。9枚目。9枚目です。9枚目、もう。ちょっともう変えよう。はい、何か。時を止めザ・ワールドでいきます。ザ・ワールド、はい。ザ・ワールド、これ外してね。ちょっと滑ってやりましたよね。空気は大丈夫です、大丈夫です。ザ・ワールド、はい、時を止めろ、はい、キー生アジェクト。マジで、やばい、ま、この流れやばい。シリーズですかね。あー、これはジョフゼフ・ジョースターの絵本バージョンです。あ、はい、でもまあまあ、いやー激渋、激渋、まずい、うん、さあ、はい、ミスター、やばいっす、ラストです。あー、やばい、激渋。これで1万円って言われたらさ、やばいっすよ。なんかないっすか。あとは名台詞で言うと、てめえは俺を怒らせた。あ、いいじゃないっすか。誰の、誰の、これはジョータローがディオに言う、うん、お前の敗因は一つだ、てめえは俺を怒らせたっていう。てめえは俺を怒らせた。エルビジュアルディーバー、最悪の俺が出た。うわー、やべえ、タロットカード、やば
中になんか言われたらさ、はい、なんか空城城太郎こんな顔なんだとかさ、はい、華経院天明こんな顔なんだとか、はい、こういうので分かったじゃないですか、はい、足し算が一つもな いトランプしかない。ちょっと東田さん、ちょっとマジでこれはやらないとやばいでしょ、はい、やばい。ちょっとまだこれの方がいいもんな説明ができるってね、これは。あと5枚いこうか。いきますか。はい、はい、じゃあ、はい、これでお願いします。はい、ありがとうございます。このリストを見たときは今までで一番なんか良さそうと思ったけど、ワクワクしたんですよ。ワクワクしたんだけど、まさかこれまでいやちょっとこれ何なんだよ。結構お金がかかってるでしょ。普通に城太郎のビジュアルシートとかでいいんですけどね。追加の5枚買ってきました。おお、これで出てくれよ。さあ、追加の1枚目。もうこれを見て東野さん、この気持ちを、はい、東野さん、この今、てめえは俺を怒らせた。ジーオリジナルトランプ。お、あ、まあまあいいじゃない。同じなのかな。同じですか。これは、あ、全2種とかないんで、はい、多分まるっきり一緒だと思います。まるっきり一緒か。これでももらっていいですか。あ、そうだね。欲しい、普通に。え、もう11 12 2。やばい。いや、ちょっと外しで、あの、華経院のこの舌出してレロ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 また、また、何？今度はあの色違い。華経院モデル。華経院モデル。さっきの何モデル？ダービーモデル。ダービーモデル。ダービーモデル。説明されてもへーってしか言わない。揃っちゃったね、まさかの。はい、まさかの。やばいよ。やばい、これちょっと。これ本当今までで一番やばいパターンじゃない？そうですね。はい、いきますよ。はい。お願いします。ありがとうござい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 ます。はい、これですよ、江頭さん。これは欲しいな。今まで食べた分、なんかここに、はい、爆発しましたね。やったー。うわ、もっと大川工業としても楽屋が思い入れがあるからね。思い入れがあるからね。かっこいい、かっこいい。これはかっこいいな。かっけー。楽屋、かっちょいい。海に潜る時も砂漠にいる時もずっとこの格好きたなこのエスの子並べたらかっこいいね。またそれは違う。あ、これとね、ちょっとそうっすね交わることがない。58歳のこれはもう交わることはないんだ。やっぱり交わることはないけど、かっこいいよ。やっぱりこう並んでても、いや、これマジで中川さんに渡したらめちゃくちゃ。よーし、あと2枚。お、フィギュアが当たってほしいですけどね。いきますよ。はい、イジリーさん。キーラバーコレクション。また滑りラバーコレクション。これわかんない。あー、これはアブドゥルですね。アブドゥル、アブドゥルの絵本に出てくるバージョン。ラスト、ラスト、はい、お願いします。さあ、来るか。お願いします。はい、ジェーノートコレクション。
見たのがまた違う。あった。これは M も知らない。あ、中になんか書いてありますよ。何これ。腹を、腹を殴られた、石で殴られた、財布を盗取られた、時計を取られた、ドブ川の橋にされ、さんざ足で踏まれた。あ、これはですね、丈太郎のメモですね。え、丈太郎が、丈太郎が敵に、まあ、なんかずっと命令されてこういうことを。結局いじめられて、そうなんです。でも腹立って、はい、後で返すから覚えとけよっつってメモに、俺がこれをメモに起こしとくからな。恨みノートみたいな。恨みノート、松村くんの恨みノートじゃん。まあだけどさ、はい、これ、はい、ちょっとこれが出てきたから、はい、これじゃない、はい、よっしゃあ、どうします。はい、はい、もちろん俺の方でしょう。いや、はい、おいおい、じゃあ、はい、おいレビューはいらない。持って帰んないでしょ。これは持って、これを待ってましたよ。よっしゃ、じゃあじゃんけんいきますか。まあこれは視聴者はしょこたんに行ってほしいと思ってるでしょうね。そうですね。江頭さんを応援してると思いますよ。おお、他の皆さんは。そうだね。はい。じゃあ、行くか。じゃあ僕はちょっとやめときます。え、なんでですか。やっぱ中川さんに確率がちょっと上がった方がいいなと思うんで。いや、お前来いよ。何よ、何よ、何よ、好感度が上がるか。お前何よ、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 何よ。最近ね、はい、L ちょっと好感度がして、なんか急に、いや、なんかちょっとやっぱ持つべき人がいるかなと思ったんですけど、はい、もう大事にします。はい、はい、はい、いくよ、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。ああ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 あ、で、なんか割とどうでもいい絵が勝っちゃうんだよな。なんでだよ。じゃあ S 対 L です、はい、まあ、2体目の S か、はい、対して欲しくない L か。欲しい、欲しい。さあ、いきますか、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。うわ、最初はグー、じゃんけんぽい。ほっとしてる。これで勝ってたら一番やばかった。まあ、というわけで、まあ、はい、とりあえず1体は、しかも空城丈太郎 A 賞が当たったということで、よかったですね、はい、S 持ってっちゃいましたということで、しょこたん、これは持っていけなかったよ。だけど巨乳紹介してね。ファミリーマートさんとコラボしたエガチャンネルステッカーの販売期間が残りわずかです。全国のファミリーマートさんの店内にあるマルチコピー機のファミマプリントで購入できます。ガチャガチャ形式のランダムで配置されて売り切れなくずっと買えます。そして中には1枚シークレットも。販売は3月31日23時59分まで。皆さんよろしくお願いします。